おはようございますですかね。私はまあ何時に起きたっけな今日割と寝てた <laughs> かもしれない。せり清流、せりゅー。アホこんにちは。私お昼の配信さ。 昼の配信ってあんましないよね。で、お昼の配信はあの？何昼の日光？と。あのが漏れないの？配信だとだから、あんま好きじゃないんだよね。やってるけど。で、ギャギャおはよう。たださこんばんは。さん、ピスパーこんにちは。ヤッホーそう！自然光が。 自撮りとかだとさ盛れるじゃんだけど配信だとね私生姜はあんま盛れないんだよねだからあんま好きじゃない <laughs> し私今なんだろうねあの布団の上まだお昼だからね許して私生姜でもかわいいぞてるてる今日はまだ 起きて、今12時でしょ起きて2時間経ってない。<laughs> 今日起きてまだ2時間も経ってないので、あの、顔がむくんでる。し、声が出てない。<laughs> かわいい、かわいい、これなんでもいいの起きて2時間経ってないよ。<laughs> だってたぶ、うんこのオンラインで送っ宅で入ってなかったらまだね寝てはないと思うけどなんだろうぼっとしてる時間 <laughs> だよ寝たうん寝た寝たはしたよあのちゃんこんばんはあのちゃんまうかわいいぞ どうも実家帰ったんでしょ。今 <laughs> 日こん今日こんにちは。今日こんにちは。ワンダこんにちはワンダはやほはやほって眠そう。うん眠いよ。今はでも言ってそこまで眠いけどめっちゃ眠いではない。ただまだ体が起きてないって感じ。たくさん寝れたならそうそう。 たくさんは寝てない。<laughs> いっぱいは寝てないけど寝たよ。あなたごん明るい髪の毛あれだよ。自然光があるからそう見えるでしょ。帰ったって消えた消えた横浜が近くなっただけなんですけど横浜だ横浜ってことでしょでよ 今ずっと実家なの今、普段どこに住んでんの <laughs> 教えないか <laughs> たくさん寝てでも寝てるよ私さ寝てないって思われてるあおなかすっごいだった今寝てないって思われてると思うの寝てる寝てるよ で今日は前髪がガタアイロンしたんだけどさ前髪すごいガタガタあと今日はまだメイク薄い日ですえなんで楽しい初見なの変えた東京都内のどこか何区 何しどう <laughs> どこごまごまそうだよこれで私は寝る <coughs> 本当に声出てない出勤だからパソコン 違うあれ <laughs> 端末ってことおはようございますみんなじゃあ休みなのに起きてえらいねやばすぎくしゃくしゃ。<laughs> れ悪いヘヘ <laughs> それはやばいじゃあ私耳打ちするねアカンとアカンと書いたのねなんで <laughs> でもちゃんとさゆみちゃんアバターをんち <laughs> ゃんでもお腹すいてる、倒れそう。 ずっとおだかなる。可愛くならなくなるけど。<laughs> 深夜すみで、仕事なの深やゴールデンウィーク。ないんだ。頑張って。頑張れパンィ。なんとなく書いたの。どうも頑張る。初見さん。 あ,まあくしゃびでしょおなか鳴ったるしさお腹かすいた <laughs> お腹すきすぎて発作起こしそう配信始まってから投票に変わるまでのわずかな時間に星上げてあ泡だ <laughs> 強すぎあ妹さんの髪色な私の妹の髪色今黒だよでもねあの少し前が明るかったの 本当に真央と思ってた本当にねマジでそっくりなのメンバーも似てるって言ってるもん <laughs> 本当に似てるの一番最初に真央見た時にあれ私の妹髪の長さ一緒だよ色だけ違う 服の系統も一緒なのそこが面白くて <laughs> 私の妹も古着系だからさうん <laughs> <laughs> ラしシーごめんなさいそういう <laughs> 寄せてるわけないけど<笑><笑>え全部集めたのプロのショールームじゃん黒かう寄せそう,そう黒で最近ずっと黒少し前まで逆に明るかったの 同じような色してたんだよピンク系じゃないあの金っぽいさ茶色の黄色いばあっ安部さん安部さん消えたの服の系とそう服の系と一緒なのマジずっと古着みたいなの着てるずっとダボダボのパーカーとかセット着てダボダボのズボンを履いてスニーカー <laughs> 本当に一緒 <laughs> 私たまに実家に帰った時とか昔さ帰ってその服をさ全部持っていかないから妹の服を着ようとお腹 <laughs> 着る時あるんだけどその時本当に私が今着てる服と違いすぎてね「うんアロちゃん真ちさんはジルちゃんの妹ってことだね」そうそうじゃん妹になる 私の説明したことあるよ超似てる <laughs> でお腹鳴るもう無理ずっとお腹鳴なってるえおなかすいたんだけど1時までむつかな私のおなか。 なんか食食べべればいや食べたいよねだ私昨日さ買ったさ <laughs> 昨日買ったやつ買えっていう話だけどさ昨日買ったさパン一つしか食べてない起きてからそゃお腹減るよ <laughs> 1時までの 私の耐久レース大変でも仲がそなんかな仲になってしかもまだ始まった,まったばっかしヤギさんから「いつもお姉様には大変になっております」って来たけどお世話してえお世話してない勘違いだと思う <laughs> 勘違いカレーパンですかカレーパンじゃん残念カレーパン食べたい ファイア巡りしたいよ <laughs> お姉ちゃん欲しい人生だったけどこんな反抗する予定だな <laughs> あれ最初の頃のでも私さあの妹大好きお姉ちゃんだからさ昔あの私が中学校とかさ高校生の頃は妹用のお財布を作ってた。 自分のお財布と妹とどっか行った時に何かを見つかってあげるお財布作ってたお姉ちゃん厳しすぎまあね時には厳しく時には甘くまるでチョコレートのようにだからね朝だから声も出ないし顔もむくんでるし どうなってんだお腹はヘルシーただそんなに今私の今配信している唯一の鳥り絵取絵は今そんなに眠くない, <laughs> ないってことしかないもう昼だしいやそりゃそうなんだけどさこんな昼間からさ配信することないじゃん普通だったら。 わ私えっおじいそう思ったマ央には負けるマ央の弟好きには負けるけど同じぐらいかな世界で一番可愛いとは思ってる <laughs> 超仲良しだからお互いがねなので 親友みたいな感ほ <laughs> 本当にお腹空いたからさ一回バレないようにさチョコ食べさせて。<laughs> あ、そうそうそそうそうというか今はねオンライン <laughs> 何の説明もしてなかったんですけどオンライン楽一楽だという特典会を行っておりますあの左上のね赤いバナーからここら辺にあるの。 公式グッズーバコスパニックストアというところから声が出ない特典券のご注文ん特典のご注文ができます特典券1枚でシャメ特典券2枚で20秒ボイスは役シャメ特典券3枚で20秒動画特典券4枚で全員シャメこの配信に参加しているメンバー全員のシャメ 券5枚でメンバーお任せ特典がゲットできます今日の私のテーマは「お昼なのでまだ部屋着」がテーマテーマではないですあもう9月なのにまだ黙々を着ている人。 パチパチパチパ。あ、いや、ピタリ百四十、はい。スクショタイム。 バジバジやだ150毎日ッチン <laughs> 配信140日になりましたありがとうみんなイエーイハイタッチた <coughs> タつらこんにちは質問 なに。五月なんだ、寒い。そっち寒い。ぽかぽかしてるよ、こっちは。さしゅう、ってか、私、あなたのこと見るの久しぶりなんだけど。そうじゃん。ん久しぶり。 お羊ブリブリ大根。ブリ大根。<coughs> 今日もちっちゃいかわいことを確認できた、ね。お日二度目二度寝するのか。仕上がれ仕上がれ。じゃあ梅こばーざい。ちょっとひんやりしてるのか。それは寒い。<coughs> <laughs> 140テーズおめでとうございますありがとうひまわりパーカーのシャミお願いしていいですかいいよもちろんさポーブとプーブすぐそこにかかってるようん存在忘れかけてたはっ 私の存在が消えたんだねこんな感じイドネじゃなくて夜勤だから今くあ、そういうことお疲れなんて失礼なやつだな後で注文おありがとうそう、なのでねオンライン楽打ち楽だというものがなくなったよね 本日のちりあちゃんはこんな感じ今日のこの特典がゲットできますよい <coughs> <coughs> ちゃんやほん でももあなたも私のそれ忘れてないよ。あ、おなかなりそう。結 <laughs> 構よか、ね言ってたよね。ツイートで。会いたい。夜バイト同罪じゃないよ。会社にすると14。140回、14、4、4、4回。よよ <laughs> マジでおなかいた。 <laughs> おなかすいたそうあのねあのなんだっけあそゴールデンウィークのオンラインの予定を昨日のね夜中に出したので <laughs> 見えてない人もいるかもしれないんですけど出しました毎日ね2 3 4 5 6かなとあります。おらい赤い字六だと、あ、<coughs> トークポートがあります。6日まで。私全部参加します。メンバーによって、参加する、参加しないがあるので。そこは、 あれなんですけど、私全部。参加するので。よろしく。よろしくね。<laughs> よく分かってるのよ、夜バイト頑張って。それかもしあれだったら、一番最初に並ぶ権利使えるよ。あれだったらね。失礼だったか、介護仕事頑張ってしなきゃね、嫌だ。<laughs> ごめんなちゃいな。 やほみみさんよかもはよ楽しみだね会場変わっちゃったけどさましやほうデジタル買っちゃおう <laughs> 明日もトークポートしちゃおうしよう質問何ですか質問するときは手を挙げてねゴールデン目口は夜トップコードない感じがね今んとこないかな その権利使うわいいよ私が言っといてあげる忘れないように言って私にもじゃあね最善第一物販明け人間になれるタラトラさん注文してきてありがとうどういうあれがいいこうやって撮ったら私は顔が映せない大阪衛生の予定はいつ出るんですかえっ、ー、とそのよ質問はですね 先生にもちょっとわからないんですけどまだ私たちにもね来ていないんですよ何ろう、えほ、ー、本当にできるのかなという不安がありますね皆さんもですが大阪来るタロトラお願いしますありがとうご注文ペコリンパンダありがとう待っててねそうご注文もできるので お願いします今日はまだメイクが濃くないつりあちゃんです行くかどうか明言できませんねふむ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 待ってる 隠れももんが隠れももんがスクシュタイム終わりうん <coughs> 薄,薄いしもよき薄いしんなら 髪の毛もしっかりしてないまだややったけどねあイいううちらは見えなくてもいいですよじゃあこういったこうやってやるねありがとうただ前回行ったのが名古屋だからこの先名古屋ばっかりとえ久き <laughs> でも次の名古屋は6月だから京子買ったありがとうありがとう名前きょんこありがとう <coughs> あ暑くなってきたくれるんだろ私ただの黒だってさほんあれ今さオンラインの配信だからさあれだけどさ寝る時はさもうビエーって寝てるから大阪行ったら六八女子や行けるあ連続がってことだったの 意味が連続で同じ件はダメっていうことだったのじゃあ5月作るしかなくないあるかわからないけど私たちにも確かにでもさ5月入ったからもうさあと2週だよね <laughs> そうそういうことだったよね同じ件なるほどねようやくね理解してあんまりしっかり理解しきれてなかった <laughs> あとさ今日が明日がトップコートでもう一回お昼のね楽い自宅があるんですけどその時はもうパジャマとか言ってさお昼だから今私パジャマが許されてるけどどうしようみんなさあの今後さ こういういオンライン系が増えてくるとまた思うんですよなんかやばいまたこれコスプレ難民になるかげちゃんこんにちはヤッホかげちゃん札幌衛星して私沖縄衛星したい福岡でもあ福岡いいね沖縄行きたい沖縄大阪衛星次いつあると予定では5月 1516? 斜面の整理してた今までの届いた名古屋大阪秋田 <coughs> <coughs> 名古屋ありがたいことに毎月行けてたからね幸せ美考欄に書いてありがとうさすがそうあのね オンライン注文してくださるときにビコーラーっていうのがあるんですけどビコーラーのご記入もししっかりお願いします2枚買って <laughs> 何の得点が欲しいかっていうのを書かないと2枚だと写メを2枚にするか落書き写メにするかボイスにするかっていうサ3個の選択肢ができちゃうんですねなので <laughs> 2枚もし 写メが欲しい場合は2枚購入したらピコラに「落書き写メ」って <laughs> 書いてもらえるとあの届いた時にね何,何のご注文なのかなってなってしまうの、ね、でで違うものが届いてしまうこともあるので「格好ネタ飽きた秋き月」か「えあのさグルメしたらグルメ」「ポチってきたパン」お「おありがとう」 ありがとう、ラちゃんいつお飽きついていくよシルバーおはよう日本は今十二時過ぎ <coughs> 一人でゴるのめ厳しいえ食べ歩きとかでいいじゃんソフトクリームとかさ今回食べ歩きあんま できなかった私できる予定と思っていたんだけど思ったよりも仕事戻りますいってらっしゃい頑張ってねありがとうご注文 <coughs> 待っててクーメは思いをあまあ確かにそれはあるじゃあツイッターに書いたら <coughs> これはこうこうでこうだっ 本当にお腹すいた今何時何分なんだろうダメだのダメなの,ダメなの早く起きたでも寝たい夢でジリアパンダに会いたい会えるわよ あと30分あと30分私は空腹に耐えなきゃいけない <laughs> 6月の名古屋衛星はおめでとうよさ一緒に着月の決めてるやつお腹すいたみんなお昼食べましたかこれ聞いたら私絶対お腹つくやつだけどさお昼食べた人 食食べた何食べたた何私はまだ食べていない食べていないからお腹が空いた <laughs> <laughs> この子は暑いそう今東京寒くない全然寒くない全然これ脱げる。 アップルパイか。夜や、こでも食べた新聞紙じゃん。アップルパイってお昼ご飯なるデザートじゃないこの後食べます。何食べるの <coughs> 何食べるの, <coughs> べるの私も配信終わったら食べなきゃした。 食べて本当だでもそれおんなじのでトマトトマトトマトと言ってること一緒だよ食べないいつもベッドに <laughs> シルバーずっとベッドにいるの、うん、もう仕事大変でしょ即席へポテチ食べたい 私最近ポテトチップス食べたい欲がすごいんだコンビニですごく美味しそうなポテトチップスを見つけたの名古屋にいた時だっけな美味しそうって思ったけどポテトチップス食べるとなみたいななんか私さポテトチップスを食べたらあのなんかさ いいろろあるじゃん太ってしまうとかさ <coughs> 肌荒れとかなんかいろいろ考えるじゃんなのにさ平気でじゃがりこは食べるけど一緒だよねなんでなんだろう一緒だよねきっとじゃがりこも <coughs> トマト食べたいあぶて あーこれやお届ポテチだと夕飯ポテチってさおかしいじゃんお夕飯じえ今の気分か <coughs> 今なんだろうな炭水化物がいいけどなんだろうあでもチーズなんて食べたいなえ 何食べる何食べべる何のカレーパンなんかすごるでしょなんかポテトチップスを食べたらなんかあ太っちゃうとか油っぽいからニキビできちゃうかなとか思ってるのに普通にじゃがいこ食べてるからさ普通にじゃがいこ買うしこれ一緒だよね <laughs> 絶対一緒だよね <laughs> おしまいーム行ったり来たりしてる 3個の部屋ってジリア・メイ・ササのルーム <coughs> 太ったらダイエットすればいいじゃないいや太ったらじゃ遅いんだよ太ってからじゃもう遅いじゃんもう常にさ気をつけなきゃいけないんだよまあそんな私ストイックに何か言ってるわけじゃないけど <laughs> 今何かをストイックにやってる人の言い方だったけどそういうわけじゃない気をつけているだけでチーズ入ってるカレーパンおしかったえー、食べたい私も食べたいまずダイエットしてから太ればいいじゃないそしたら永遠の繰り返しじゃんダイエットしたくないんだよ できることならケンケンおはよう久々おいいねもっと寝ていつもの分もっと寝ておはようわよお昼は絶対食べないなんでちょっとロン聞かせて <laughs> 昨日海の配信たら別のやつ 買うかもよってジュンには <laughs> いや好きじゃん <laughs> あなたなんかよくたこ焼き買うじゃないって <laughs> 言ってた太ったままでいいじゃない嫌だよ綺麗でありたいからねまあ本当に私何か真剣にやってるわけじゃない <laughs> そうそうかそかかううでも私絶対にデブになる素質は持ってるから <laughs> 永遠に食べて寝てられるから仕事でライブしかめそう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 それは思ったいないなとは思ったからでもたけやぎっぽかったよいっぱいつけて,て 私あんまバンド詳しくないから字で分かんなかった <laughs> 消化器官弱ってるのか朝食べるとお昼寝てたえー、燃費がいいね夜ご飯その代わり。 無理無理食べてる私ほんとにさ寝ると食べるが好きだからさお休みとかあったらさなかなか布団から <coughs> 出ないしお腹空いて起きて食べてみたいな YouTube とか見たりするときにお休みの日とか映画とかも全部布団の上。 メルは普通くらいしか食べない私と交換しよう私燃費悪悪だからさすぐお腹つくの食べても食べても今日の前髪本当にちょっとえなんか斜めってないなんかこうなってるよねえ最悪 こうなってるよね。<laughs> 前髪変だよね。最悪なんだけど。<laughs> 前髪は切いてない。けど前髪が悪い悪いとても。 ボイスメッセージってどんな感じですかボイスメッセージはあの何だろうあのこういうのとか言ってくれかっくー欄に書いていただけたら例えば今までだと「おはよう」のボイスメッセージとか「おやすみ」のボイスメッセージとか「お仕事頑張ってね」のボイスメッセージとかかな。 基本はでなんかこういうの言ってほしいとか呼ぼうよっメッセージだったら言いますよ今日も一緒にご飯を食べようとか <laughs>「いいや聞いて聞いてない」って全然落ちないのに、ね、運動じゃないウォーキングウォーキングシャべお願いおっケンケンありがとう最近私さケンケんのことさ メンバーと話す時ウけ、んけ、っていうどうでもいい話ウけ、んけ私の目覚ましい味おっ使ってるおぎれてるえ時間になったら私が話し出すの話し出す <laughs> なるほどわかりました そうなんかなんかこういうのがいいなとかあったら先生前みそしっと変なんだよねなんでなんでなんだろうわかんないけどけんけケっていう <laughs> そういう気分 <laughs> なんとなく <coughs> めちゃくちゃ会社ではエネルギー消費してるんだけどなあおな鳴ったね今 <coughs> あもうダメだお腹が空いたって言うてるよお腹が空いた赤ちゃんが泣いてる私もお腹空いてない行きたいウ <laughs> あそして本日は横浜ランドマークホールで ライブがありますバカ危なかったあります当日券の販売もあるのでもし参りチケットゲットできなかったよっていうあの方がいましたら当日券もあるのでぜひお待ちしてます、うん、気分なら仕方ない <laughs> なんとなくうケうケってね言いたくなっちゃうせいしてからライブ行きます待ってるね横浜デイズ横浜 4days 楽しもうかと傘ほ本当にありがとねみんなが助かった <laughs> 今日から4日か横浜だからもう横浜にね 横から泊まった方が楽なのではないかというぐらい横浜ですし45はとても朝早い横浜なのでみんな起こして今日楽しみだ早く行く行んでしょ楽しみ小僧楽しみ。 ずっとお腹鳴ってるんですけど床前行くのだるいそんなこと言わないで頼んでおありがとうタダオさん楽しみにしてて今コーディネーターパンそう、うん、シルバーの赤いスカート待っててねわあ、<laughs> お腹すいた私は チョコ食べたいから、今私は配信にいない。 そうポーズどうするじゃ <laughs> ポーズどうする <laughs> ライブ禁止状とかだったよ禁止状ってあるの毎日待ってる <laughs> 待っててギャーバー何かこれ違がコンビニのさ あのさあのチョコあるちゃんこんぐらいの売ってるやつ100円ちょっとで買えるやつ <laughs> 北千住北千住って何があるの降りることなくない山手線分かんないな 今何分だろう「からむきまんまんの人同じ時間に物販してるが」あそっか私本当に緊張しちゃうからさ無理だと思うんだけど <laughs> 初見ですこんばんいありがとうございますバンドジャパンの。

中好きすぎて。<coughs> 本当に。もう。という。今日のライブの髪型は何にしようかな。今のところは。 いつも私のライブの定番の髪型はこれにウニリボンなんですよ。今日は何にしようかなきっとこれなんだろうな。 伝説のハリウッドってえー、そうなんだ北千住にあるのじゃあ北千住は何がありますかっていう質問が万が一人生で来た時にキャバレーってあるよって言ったらいいなボボブブスポンジボブなんかさこの中さそうなんかボブなのかセミボブノングではないからなんか娘にもう <laughs> ん なかなーって感じだしいつも私の基本はこれだからさ黒リボンかそう昨日は黒リボンつけました珍しく <coughs> ライブ行きたいカンマたちら楽しみましょうありがとうシルバー配信ライブいつ見てもう見てこうやって。 てんてん髪のた伸びたんだよ少し早く今は少し前までは髪の毛を切りたいという欲求があったの今はね早く髪の毛が <laughs> 伸びてほしいエクステつけたい ここら辺言うてもここらへんでいいのあとこれだけあとこれだけ欲しいロングまではいかないここらへんでいいあとちょっと伸びたけどそう短いけどね「<laughs> 空髪紙ポで全然」で思ったそれは <laughs> 行く時はネームプレートつけていいおぜひぜひたらわかるね前は今日そう前はここまで前ここまであったからさ私あおおな鳴っただからさほんと短くなった胸隠れるかそう私はそう昔はさそうここまであったのでも切って切ってどんどん短くなったんだけど今は ちょっと髪の毛が欲しいのでここら辺あとこのくらいでもこのくらいのためだけにエクステをつけるのもなんかあれじゃないですかなので髪長いなあっシルバー長い派だ去年と比べるとそうそうでもまあ短くなりすぎた時からは伸びたよね私だけこのさ内巻き ワンカールがさいつもだからでもこの長さだとあの膜にあんま負けなくてこういうねふわふわもうちょっとあったらいい感じに負けるんだけどちょっと足りないというそのくらいえこのくらいの色巻きがね意外に難しいのもうちょっとなんかコテとかもあるんだけど 最近新しいコテを買おうと思ってて調べてるの新しいアイロンと新しいコテを買おうと思って今ねいろいろね見てるんだ白石、うん、さんはショートも似合うはずなのマジ私絶っつのタイに似合うのよ。 今の長さはワンカールがいいとこれはねワンカールが一番楽すぐ終わるしねいつもの私はストレートアイロンでまず髪の毛の長さを取るじゃんストレートにしてから固定に変えてこうやってワンカールしてます あと1 0ンチくらいそう、あと1 0ンチくらい伸びたらいい感じにね、ユーロバンも巻けるんだけど、でも巻きたいんだよ、私も。あう大切だよね、最近本当にそう思い始めた。遅いんだけどさ、気づくの。<laughs> いや、毎日使うじゃん。毎日使うんですよ。毎日使うし、見て、あの、何ライブ前にさ、家出る前にやって、ライブ出る前にやってと 痛んじゃうしい髪の毛がだからいいやつを買おうと思って今いっぱいね調べたりしてるのこ,だこの機会に変えようと思って <coughs> なんか私が今最近やってるのはこれライブでやるのはこれか これにリボンかあのポニーテールかハーフアップだねよくやるこの3つぐらいなんだよ多分これとあとたまにほんとたまにハーフツインか最近は すごい調子で乗って歯をついてるのをしてることが多いんだけど。とかあとたまに巻いてるかなぐらいなんだよね。持ち運び用のミニアーロン逆に私ねあんまりね何だろうそのまんま家で使ってる大きい何持ってってるかもカバンにち奥田さんヤッホー 私もね黒リボン好きなんだハーフアップすきよね本当何にしようかな私でもねそうフミとかフミからはハーフアップが一番好きってハーフアップした日はフミに褒められるそれが一番いいって珍しくふみ最近のフミは私が何をしても可愛いって言えばね 許されるると思ってるんですよでもハーフアップした時だけはちゃんと褒めてくれるのそれが絶対いいってかな最近よくやるそう新証こそいつもあの髪飾りが決まってるので難しいんですよ髪型ストレートと一回小さい三つ編みはあんましてないし,たしないね私。 ちょっと足りないんだよ、ね、かわいいちょっとほらそれじゃ不ミになっちゃうよかわいいっていえばいいと思ってメイ赤ちゃんが泣いてる <laughs> 今日はじゃあどんな髪型になるか楽しみに <laughs> おなかすいだ。あいだ ご注文はるほどご注文してくださった方ありがとうございますジジャさんの可愛いは挨拶でも可愛いとはね言われたいから言ってください <laughs> でもちゃんと思ってる思ってる時に言ってね適当な可愛いはダメだよ このあと今日は横浜ランドマークホール。初めての会場でのライブなので、ワクワクしてます。この髪型とてもいいです。今日はね、まだお家なので、何もしていない。耳にかけもしてないから。<laughs> そっちは可愛いって言われて満足だしこっちは褒めるなよかな最悪じゃん最悪じゃんけん警つに可愛いいはそう可愛いと思ったけどでも可愛いは言ってね可愛いって言われた方が嬉しいからね <laughs> そろそろかな多分 1>, 1時間かな1時になるかなスクショタイムしとこう <laughs> はいあな、まあありがとう。 なんかもう適当にとりたまえかわいいみんな <laughs> 一気にかわいいきたありがとう空へ飛んでいくこれは隠れももんがじゃないバージョン うん <laughs> 今日の配信はこれで終わりですかどうかなわ <laughs> かんない夜できたらやるかもしれないしやないかもしれない撮りたまえってか撮りたまえ <laughs> うちマジじゃあ今日真の傘持っていったらいいかなアップで入れるでじゃあ引きパンダ いけねる夢はたくさん然お然を愛すみやらないパターンだねだからやるとは言い切れないよなぁありがとうではこの後のライブでお待ちしてますご飯食べる行ってきます <laughs> バイバイアイロンはエヴロンエヴァロンちょっと調べてみようありがとうバイバイオーツありがとう